それでも腹が立つことがありますって、神言ここに書いたように、一揆というのは絶えず起こっていて、しかもその一揆がきちっと決まった手続きを取って、文章を書いて、でその文章を持っていって目の前で読み上げて、私たちはこのこととこのこと、このことが要求事項で、これ飲んでくださいというわけですね。これ飲めないって言ったら、ではその次にはこういうことをしますよと言って、だん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 人数が増えてきて押しかけるようになる。それでも暴力行為はしない。そしてもうどうしようもなくなったら打ち壊しっていう行動に出るけれども、それでも盗みはしないとか、人殺しは絶対しないとかっていう、そういうルールがあります。それはこの本の中に詳しく書いてありますが、そういう一揆というのはしょっちゅう起こりますので、これは不平等に対する抗議行動ですので、食べられないからじゃありません。まあ、買い占めが起こっているというのが非常に多い事件ですね。それからもう一つは専売制と呼ばれる、農村で工業製品作り始めますので、紙とか布とか食べ物以外のものです。食べ物以外のものを作り始めますので、そういうものをこう藩や幕府、特に藩ですね、各藩は自分たちの収入にしようと思って間に商人を入れるんですね。自分たちの言いなりになる商人を間に入れるんですね。でその商人を使って、その商人だけに買い取らせるという仕組みを作って、そこから藩は利益を吸収しようとする。これ専売制っていうんですが、これ腹を立てるわけです。ですから専売制に対する意義っていうのは非常に頻繁に起こります。まあ、一揆というのはそういう性質のものです。ですから自治的な交渉するシステムが整っていても、それでも抗議行動は常に行うというのが江戸時代の民衆の在り方で、これは私は非常に健全なことだと思いますが、しかしこれは権力者の為政者の側から言うと、少なくとも首謀者が逮捕して死刑にしなければ、これはもう次々と起こってとんでもないことになるっていう発想になります。ですから首謀者に対しては厳罰主義です、死刑です。でところがそのやる方は首謀者が分かんないようにするので、これ回し状といって、今度一揆を起こすという時にサインをしていくんですが、傘型にやる 丸くやるわけですね。どこからサインが始まったか分かんないようにする、首謀者が分からないようにするという仕組みを作って行います。ですから首謀者でない人が逮捕されて死刑になるということがたくさんあったろうと思います。で今お話ししてきたこういうその人々のありようがありますので、今言ったこの間にいる武士階級と町人や村人の間にいる町年寄りだとか村方さんやとって、この人たちは官なのか民なのかっていうことをもう一度問い直してみると分かんないんですよ。で身分と関係ない、まあ町は町町人が守ってるし、村は村人が守ってるっていうことは分かりますけれども、身分とは関係がないんですね。でも職業ですね。で今のまさに今の行政の仕事をしている。ですから官だと言えるんですが、じゃあ職業、その職業を辞めてしまえば官でなくなるっていう性質のものなのかっていうと、やはりこの方たちは世襲なんです。例えば町年寄りの家が日本橋に3軒ありますよって言った時に、江戸時代の最初からずっとそうなんですから、その家ずっとあるわけですから、当然ですから世襲してるって言うんですね。町名主も世襲してますと。身分じゃないんだけれども、世襲という形で、自分の家と職業ですね、身分と職業という家と職業が結びついて存在してるというのが、これこの官のもう一つのありようだったということが分かります。そこから考えますと、まあ、現代は皆さん試験でお入り、まあ、自由に試験で入れるようになって、でそのことは、その官とは何かということを親から学ぶということはしてこなかったわけですから、入ってから学ぶ、あるいはまあ試験をする
受ける段階に学ぶことになるので、この江戸時代のその、子供の頃からそのつもりで育てられてきた漢の人たちとはやっぱりだいぶ違う、よくおかしくですね。で、教育の方法も違っているわけです。特にあの武士の子弟は藩校、それぞれの藩が作っている藩校で小さい頃から教育で、それはほとんどその国のありようとして、決められていたというか、もともともう生まれた時には藩校があるという、学校に行こうだっていうふうになっている、私たちはそうですが、江戸時代でいうとそういうふうに思えるのは武士の子たちだけだったと思います。なぜかというと当時は文部科学省がありませんので、義務教育制度というのは存在しない。で、子供は生まれ育っていくときに自分が学校に入るかどうかっていうことについて、それは当たり前だとは思っていたんですね。だけれども江戸時代でもやっぱり半分ぐらい過ぎますと寺子屋行くのは当たり前になってきます。で、この寺子屋手習いって言いましたが、官のものではありません、民間のものです。で、その辺の人親たちが、ここにはちょっと寺子屋が困るからあの人に頼んで開いてもらおうよってことになって開いてもらう。で、そのあの人、頼まれたあの人ってどんな人かっていうと、お寺のお坊さんだったり、神主さん、村の場合にはですね、神主さんだったり、その村のお医者さんだったり、それからあと割と裕福な教養のある村人だったりするわけですね。で、この方たちは基本的に生活に困らない。で、手習いや寺子屋の先生をする方たちって生活に困っていないというのが条件です。授業料もらわないからです。で、それでもまあそうはいかないから、親たちは野菜を持ってったり、お米を持ってったり、お金を持ってったりするんですよ。で、それがだんだんその定着してきますと、江戸の町などではもうだいたいお結社が決まってくると、授業料と同じような状態になってきますけれども、払えない人からはもらえません。みんな生活の基盤ができているから。で、これは今度はじゃあ何なのかなんですね。官と言った場合に、国からお金をもらって、でその当事者からはお金をいただかないですね。で、ところがそのこの先生たちは国からもお金をもらわないし、当事者からもお金をもらわないし、自分のお金で生きている。これ私たちは今ボランティアって言ったりします。で、ボランティアって呼ぶときには非常に特殊なあり方だという感じながら、そういうふうに呼んでるわけですが、江戸時代ではこれは特殊なあり方ではなくて、よくある、存在の仕方です。で、この方たちはあの裕福なわけではないですね。でも生活の基盤がある。例えばお医者さんである。で、大抵その土地のお医者さんは何らかの土地を持っていて、誰かに貸していて、家賃収入になっている。で、同じように町で、寺子屋を開いている人の多くは家主さんであったりするんですね。つまりやはり家賃収入があったりする。町名主は確実に家賃収入があります。町年寄りもそうです。で、そうするとそうやってそのそれぞれの収入の元がある人たちがその公の仕事をする。で、その公の仕事という意味は、その方たちから必ずしもお金はもらわない。もらう時もあるかもしれませんが、必ずしもお金はもらわない。例えば先ほど言いました町年寄りとか町名主という人たちは年に1回お城に呼ばれて大判ないしは小判をいただくそうですが、そんなものは生活できる程度のものではありません。ただ形式的にお礼をして名誉ですよね、一種の名誉を与えられるのと同じです。ですから、あのさこうそういう町や村の自治に関わっている方たちも、そのことでお金をもらっている人たちは基本的にいないわけです。で、それがまさに行政の仕事であるということになると、今私がそのこういうことを考えると何が勘なのか分かんなくなるっていう、そういうことなんですけど、国からお金をもらってない人たちが、社会のために働いているというこの姿が何なのかと、何なのかと思いながら、でもそれが何だかとても自然で当たり前の
歴史だったんだろうなというふうに